日本教職員チュチェ思想研究会全国連絡協議会とは、朝鮮民主主義人民共和国と、朝鮮労働党の指導思想である、チュチェ思想を学ぶ教職員の団体。全国各地に組織されており、数百名の構成員がいる。チュチェ思想を学ぶ幅広い団体であり、北朝鮮との友好、国交正常化推進やチュチェ思想の宣伝も行っている。 会員には日教祖に所属する教職員も含まれており、産経新聞によれば、過去には彼らが学校の授業にて北朝鮮の歌を教えるなどの行為が変更教育であるとして、日本各地で問題化したこともあるなど、北朝鮮寄りの行動が目立つ団体である。清野会長は2006年9月にも、朝鮮総貫の女一万術議長らと会談し、現在の二国間を取り巻く。 政治状況は厳しいが、日朝友好親善と日朝国交正常化実現に向けて努力を惜しまずに精進していきたいと述べた。産経新聞2003年1月20日朝刊、北朝鮮産美、日教その過去生産されず、日本教職員地チェ思想研究会総連中央を訪問、朝鮮新報。 h t t p s m e g a r o d o n j p 2 0 0 9 0 1 2 4 0 1 0 7 2 5 w w w k o r e-np.co.jp/su-in-poj/2006/01/0601-j0912-00002 htm2-010 2月 ついつからんありがとうございます。